次のエクササイズは地面プッシュです。先ほど前のエクササイズで猫背の姿勢で硬くなった筋肉を緩めてきました。今回は適切に刺激を入れて姿勢を良くしていきましょう。開始姿勢は座った状態で指先を真後ろに向けるようにして手のひらをつきます。つく位置は肩の真下ぐらいが望ましいです。この状態で斜め前を見て手のひらで地面を押してお尻を上げていきます。この時頭が前に突っ込みやすいので頭の位置は注意して胸から斜め前に押し出すようにしてキープしてみましょう。10秒キープできたら一度下ろしてもう一度いきます。地面を押すときは肩がすくんだままになりやすいので肩を押し下げるようにクリスチアーノ・ロナウドの撫で方のように押し下げて姿勢をキープします。この姿勢をキープしたらゆっくり戻しましょう。次のエクササイズはウォールスライドです。これも肩周りの筋肉に適切に刺激を入れるエクササイズです。最初は寝た状態で行いましょう。寝た状態で後頭部、背中、腰までべったり地面についた状態で片手バンザイ大きく上げます。この時手の位置は真上すぎると肩が窮屈になるので斜め45度あたりに開いていきます。この状態で手の甲をなるべく地面に沿わせながらゆっくり肘を引いていきます。引きすぎて肩が浮いてきたり手の甲が離れてしまう直前までで大丈夫です。この状態を保ちながらゆっくり肘を引いていきます。この状態で今度は壁に体を沿わした状態で片手を上げて動かしていきます。猫背の人で肩が前に出ている人は甲が離れやすくなるので丁寧に動かしていきます。動かしていきます。